はい、チーズ。
イースレンジャーでいこう。せーの、イースレンジャー。グッド。あとね。あなたは悔い改め、嘘の誤解をやめ、鉄の壁に立ち返ってください。あなたは悔い改めて、壁に立ち返ってください。鉄の壁が近づいているからです。えらい。今回で山手線の一周清掃が4回目になりますけれども、今年も4回目やりましたけれども、もともとやり始めたきっかけは池袋で以前2007年か8年ぐらいにですね、自殺があったことが、飛び降り自殺があって、まあそういった中で世の中もうちょっと明るくできたらという内容があって始めました。普通に清掃活動をしていたんですけれども、普通にやっていても結構白い目というか冷たい線で見られることが多いですけれども、こういったレンジャーの格好をすることによって皆さんが一緒に拾ってくれたりとか喜んでくれるようになりました。なので非常にいい活動だなと思いながら今やっております。ぜひ皆さんもご参加よろしくお願いします。また来年もやっていきたいと考えてますので、ぜひ関心ある方いましたらご参加よろしくお願いします。